エモヤンの人生ふらりつまみ食い。今日のランチは私行きつけの豚カツ三好屋さんです。この辺り何軒かありますが、ここも大好きな豚カツ屋さんです。今日はですね、こちらが普通の豚カツ、今日は私はカキフライにしました。まあ、いつもここへ来て思うのは、自分の人生を時々こう振り返ると、まあ、いろんな苦手なものがありまして、で食べ物は苦手なものはないんですけど、これ食べるときに僕の親さんがいつもこのごまの入ったすり鉢と、すりこぎ棒みたいなものを入れて、これをするわけです。でこれにソースを入れて、まあ、つけて食べる。そこで、まあ、ごまをするわけですね。ごまをすりこぎですといううちにふとこう人生を振り返るんですね。擦り方が下手だったな。こうやって擦ってるうちにね、ごま擦りじゃなくてごま潰しになって潰れてしまって何もなくなるっていう、ね、情けない話。これはもう少し、ま、この擦り方がうまかったかなってな思いながら、今日は、とんかつではなくてかきフライランチを食べます。ここは美味しいです。Thank you.